はい、こんにちは。こんにちは。ただいまですね、りょういちくんと2人で、この CL のね、荷台をちょっと考えておりました。はい。このね、どっからかこう出すか考えたんだけども、まあ、それまた後日ね、そうだね、ゆっくりりょういちの、ツーリング用の荷台を考えていこうかと思うんですけども、はい。もう一つ、マフラーどうする？マフラーか。マフラーこれでもいい気がするんだけど、かなり暑いんだよね、ここら辺が。暑い。暑い。これ、この CL50、うん、まずエンジンボアアップしました、うんうん、でこれからキャブレターも交換します、うん、カスタムの順番としては、普通はまずマフラーからみんな入ると思うんだけども、うん、あえてそれをやってないんだよ、うん、まあ、あくまでもそれ父ちゃんのね、今までの経験上の順番としてまずエンジンからってやってきたんだけども、うん、はい、マフラー交換しようかと思う。ここいずれね、うん、現時点でどう考えるの、これノーマルマフラー踏ん詰まりだからさ。そうだよね。どういうマフラーがあるか知ってる？よくわかんないけど、一つはさ、うん、こうやつノーマルロック。おー、あるね、スポーツマフラーっつってさ。これとすごいそっくりなんだけど、うん、違うでしょこれ。ほんとだ、一見ノーマルっぽいんだけど全然違うっていう。昔うちにあったモンキーあったでしょ、うん、あれがノーマルルックマフラーってやつで、うん、50cc から 125cc まで対応っていう。冷静に考えたらすごいよね。確かに何割アップだっていうマフラーなんだけど、そういうやつあるの実際こういうの。へえ。これが竹川 SP 竹川で、ね、28,922円。これが選択肢として一つ、うん、でも今りょうちゃん暑いって言ったよね。うん。この CL のスタイルは崩したくないとかそういうのはないの？レースの時にすらなければ OK。 レースの時にすらない？サーキットで。そう、今の CL のマフラーってすらないじゃん、どうあがいても。こけたらこうすってんだけどね。あ、まあね。あ、そうじゃなくてバンク角の方。バンク角の方。そっちかよ。どうもね、 CD のようなこういう下のやつってのはすっちゃうじゃん、じゃじゃじゃ。そっちの要求か。そうなんだよ。じゃあこういうのは、俺の結構好きなメーカー、ウィルズウィン。おお、短っ。ここに来るの。いいね、いいね。ここに来る、まあ、要するにダウンマフラーだよね。おお。これのメリットは、うん、今2台考えてるっていうことは、要はツーリング仕様、うん、ツーリング仕様の時にこの振り分けバッグつけた時にさ、そうなん、これだと焦げるんだよね。焦げるよね。どう考えても焦げるんだよ。そうなんだよ。溶ける。うん。なんか焦げ臭い匂いがしてるなと思ったら溶けてるっていう。そういうオチだね。父ちゃん経験しております。はい。だからダウンマフラーのメリットはツーリングのバッグは非常に乗せやすい。うん。それはどう？そういうの。それは言えると思う。魅力？うん、うん。それも魅力か。じゃあ、まあ、選択肢の一つとしてウィルズウィンのこういう本当ショートマフラーね。うん。あとはもっとドギツイ系？ボガーンっていう。ボガーン。ボガーン系。高校生らしい。高校生やっぱこんぐらいの取り付けは可能なのか。取り付けは可能。いや、ぶっちゃけ、うん、このステ、うん、これさえなんとかしちゃえば、うん、モンキーのやつつくからね。確かに。モンキー用、株用、何でもつけたるよ。おー、最悪、炙って曲げたる。ただ簡単だもん。まあね、アセチレンでプシッってやってって曲がるから。だから選択肢はすごい無限にある。うん。だから、りょういちが何をしたいか。ツーリング時はダウン使ってる。今ね、高バンク角が出るとは思わなかったよ。そうなんだよ。バンク角か。そうなんだよね。バンク角で言うと、株用は全部除外だね。ここに来るから。そう。株のやつって割とこう、いい感じのテイストのやつは。うん。株用がダメで、モンキー用のやつも結構ダメなやつ多いかもしれない、うん、ただこの何吉村のモナカ缶みたいにここからひょいって上がるタイプのやつはギリギリいけるかもしれない、うん、モンキー用のやつが書いて短くていいかもな。バンク角があって、うん、さ、振り分けバッグがついてる。無理だな。そのさこれはサーキットとツーリング対応とわけわかんないんだけど珍しい要求だよそれ。そう、じゃあ言う、その2つだね。バンク角は確保されて、うん、なこと振り分けバックも乗っかるっていう。まあ、使い分けっていうのもありかもしれない。したらでもショート感がでかいかもな。うん。
ショートカンだったら公園で済むじゃん。まあここでだって済んで終わり。うん。だけどショートカンじゃなくてこのロングのサイレンサー、要するに迫力あるのが欲しいとかなってくると、ここが当たるんだよ、ここが。迫力は大事。その太いサイレンサーだったらここが当たっちゃうの。うん。だったらショートカンのこっちに収めた方が綺麗に収まるかもしれない。あとはもうこのアップマフラーでも、アップマフラーはツーリングダメだから、まあショートカンとかそっちの方かな。そうだね。なるほどね。普通のズボンでここら辺にグリップしてるとね、にグリップみたいな。まあ暑いもんね。めっちゃ暑いもん。冬は暖かいけどな。ああ、冬は嬉しい。あ、じゃああともう一つだ。うん。音量、音量は、音量ってさ、うん、あの静かうるさいだけじゃなくて、うん、音質があるじゃん。あるね。とにかく爆音がいいっていうんだったら、そうすると動向法に触れてくるんだけども、法律の範囲内で考えるとね、うん、あの例えば低い音がいいとか、うん、歯切れのいい音、うん、あー、だどんどんどんと音なのか、ボンボンボンと音なのか、ダッダッダッと音なのか、タン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 と音なのか、音質って変えられるんだよ、いろいろと。おー。いや、実際ね、昔お母ちゃんがジェベルに125に乗ってたの。うん。それは知ってるよね。うん、知ってる。お母ちゃんのマフラー父ちゃんが作ったの知ってる？うん。どういうオーダーだったか。低い音で音がでかい。爆音。なんでかって言ったら、うん、車から分かるようにしてほしいって。なるほどね。車からのバイクの音が分かるって結構重要でさ。うん。あの、うるさいのは論外だよ。うん。バリバリうるさいのは論外なんだけども、車の人が、ああバイクが今いるんだね、後ろにいるんだねとかって分かるだけで、うん、違うんだよ。なるほど。だからいい音、できるだけあの不快の感じない音で、低い音で作ってくれって言われて作ったのがあれ、あれなんだっけかな、TRX850 かなんかのサイレンサーを加工したんだよ。850、だからでかいバイクのリッタークラスのでかいバイクのサイレンサーで加工して、とにかくそのなんていうの、高い音を全部消しちゃって、うん、低い音ブッ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 っていう音にしたのがお母ちゃんのマフラーだったんだよ。で、良一のマフラーだと、でもそのあれだな、もう前みたいに加工はできないけども、うん、やろうと思ったら加工はできる。俺のオーダーするとしたら、うん、ちょっと GN みたいな吸い込みっての、あのズボボボボボ吸い込み、そう、そんな感じの、なんて言うんだろう、 GN みたいな音、 GN みたいな音、うん、うん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 、もしくは、うん、ツーストみたいに軽やかな音。そのやり方として、うん、あのその吸い込みの音を出すには、うん、液パイの方を太くするんだよ。テールパイプの方を太くしてサイレンサーをすっごい音消したやつ入れるの。なるほど。そうするとなんていうの、あの音がぼやけないでしっかり消音されるから、うん、スタタタタタタタって音になるの。わ、うん、かる、うん、これを変にぶっとくして、それが一番最後の方で絞るとバシバシなんだよ。バシ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 って。分かる。面白いでしょ。要は楽器と一緒だからマフラーって。ああ。でも両一は結構好みとしてノーマルの音が近いっていうことか。あれじゃない。父ちゃんのあの前のカブの音ってイメージに残ってないよとして。あああるかもしれない。あれは、うん、あの液パイは自分で作って。うん、あれ途中までは実は結構うるさい仕様なんだけど、うん、サイレンサーをエイプ100かなんかノーマルサイレンサーくっつけてんの、うん、だからああいう音になってんの。なるほどね。あのタス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 って音排気効率はいいんだけど実は静かっていう。なるほどね。なるほどね、うん、あ、なんとなく分かった。じゃあどっちみち加工が前提、まあ、そうなん。結構ショート系の、さっき言ったそのショート系になると結構うるさいだね。そうなの。ウィルズビンは、おいい音するよ、ウィルズビンは。大きい音もいいよな。燃費が良いっていうのが大前提。それ難しい。なるほどね。TL 用に限らず、うん、モンキー用とか、うん、いろいろ加工はできるから、うん、さっきみたいにサイレンサーだけ持ってくることも可能だから、うん、まあ、ちょっと調べてみなよ。そうだ、ね、好きなように。とりあえずキャブレター変えてからだね。キャブレターだね。あのエンジンの仕様、うん、吸気系燃焼系の仕様が決まってからでないとサイレンサーの仕様が決まんないから、うん、それによってまた考えていく形で最終的な排気量とか考えてね。面白いよ、ここから。そうだね。まあエンジンのヘッドも交換するかどうかあるんだけどね、うん、ヘッド交換するかどうか。まずマフラー交換する前に、うん、それまでにこれ真っ黒に塗りたい。いいね。なんか錆びてるもん。
耐熱塗料買った場合そうだね、まあ、いろいろやってみてください。はい、カスさんも楽しいよ。楽しんでいきましょう。地味に YouTube インカーとか公開してるんだけど、まあそれはまた後日公開しましょう。はい、どうもありがとうございました。いろいろやっていきましょう。